1998年の台風のデータ。台風1号が発生したのは7月9日であり、1951年の統計開始以降では最も遅い記録となった。これにより、台風が全く存在しない空白期間の長さも過去最長となった。なお、7月に入ってから台風1号が発生したのは、この年と1973年。 2016年の3回のみである。その後も台風の発生が少ない状態が一貫して継続していたため台風1号のみならずこの年に発生した16号までのすべての番号の台風はいずれも統計史上それぞれ同じ番号を持つ他の年のどの台風よりも遅い日時に発生した。こうして年間の台風発生数はわずか16個に終わり統計史上では 当時最小記録であり、現在も2010年の14個に次いで2番目に少ない記録となっている。この年に日本に接近した台風は8個、上陸した台風は4個あり、台風の総数が少ない割には日本に接近、上陸した台風が多かった。特に9月に発生した5個の台風は全て日本に接近あるいは上陸している。19万9801.02。 バット統計史上最も遅く発生した台風1号である。前年の台風28号が消滅してからこの台風が発生するまでの199日間は台風が全く存在しない空白期間が続いていたが、この空白期間の長さは統計史上1位体の記録となった。199,802.04W 微イン台風2号としては 統計史上最も遅く発生した。また、台風二号の発生が八月以降にまで遅れたのは、この年のみである。十九万九千八百三点零五ワット台風三号としては、統計史上最も遅く発生した。また、台風三号の発生が八月以降にまでずれ込んだのは、この年と二千二十年のみである。十九万九千八百四点零六 w 八月二十五日に、 沖縄近海で発生し、発達しながら、日本の南海上を通信。28日頃からは向きを北寄りに変え、小笠原諸島に接近した。本州付近に停滞していた前線に向かって、台風からの湿った気流が流れ込んだため、積乱雲もが発達し、東日本及び中日本の一部では、豪雨となった。小笠原近海で台風の進行速度が遅くなった、ため、 湿った気流の供給は長時間続くことになり、大雨が長引くこととなった。この大雨は31日頃まで続き、9月1日以降は次第に日本列島から遠ざかり、弱まりながら7日に温帯低気圧に変わった。19万 9805.08w9 月14日に、七島の南海上で発生し、勢力を強めながら北上。 16日4時半ごろに静岡県尾前崎付近に上陸した。その後は関東地方から東北地方へと縦断した後、16日20時過ぎに北海道釧路市付近に再上陸し、21時に北海道東部で温帯低気圧へ変わった。199,806.10ワットエマン9月16日に南西諸島の南で発生。 18日に南大東島の東海上で大型で強い勢力となり、その後は勢力を弱めながら北西に進んで、鹿児島県種子島の南海上へと進んだ。19日には東、シナ海を西に進み、中国の長江下流付近に上陸した。19万 9807.11W 議団9月17日21時頃に南シナ海で発生。19日に、 フィリピンのルソン島に上陸。その後発達しながら南西諸島の東海上を北東方向に進み、22日13時過ぎに和歌山県五坊市付近に強い勢力で上陸した。上陸直前の中心気圧は最盛期勢力の960ヘクトパスカルであり、上陸後も勢力はあまり衰えなかった。その後は近畿地方を北上して富山湾から 日本海沿岸を進み、22日22時過ぎに山形県鶴岡市付近に再上陸。そして東北地方北部を通り、23日9時頃に北海道の東海上で温帯低気圧に変わった。この台風の上陸前日に、紀伊半島に上陸した台風8号に続き、この台風も紀伊半島に上陸した。万 w 月日に、 沖ノ鳥島の北の海上で発生。北に進み、21日16時前に和歌山県田辺市付近に上陸した。その後は、紀伊半島を北上し、21日21時に滋賀県北部付近で弱い熱帯低気圧に変わった。熱帯低気圧は、富山湾に進み、22日9時に北日本付近で消滅した。なお、 この台風上陸の翌日、先に発生した台風7号も紀伊半島に上陸した。19万 9809.14W ヘリン19万 9810.18W イリアン10月11日3時頃にマリアナ諸島の海域で発生し、同日9時頃にカテゴリー5に達して21時頃にスーパー台風運と、なった。なお、米海軍解析で、 スーパー台風運である台風の多くが、パガサ解析で台風運と丸であり、パガサは、米海軍より、スーパー台風運昇格基準が厳しい。この台風は、数少ないパガサ解析でのスーパー台風運の一つである。さらに、この時刻に、超大型で猛烈な台風となった。14日の3時頃に最盛期を迎え、中心気圧は900ヘクトパスカルまで下がった。 フィリピンのルソン島に上陸後、台湾に接近して、震度を北東に変え、17日16時30分ごろに、鹿児島県枕崎市付近に上陸。1951年以降7番目に遅い、日本上陸で最も遅い九州上陸となった。フィリピンに上陸したり、台湾に接近したりした影響で、上陸直前の勢力は975ヘクトパスカル。 秒速25メートルと衰えていて、暴風域は消滅していた。その後は、時速70キロメートルから時速100キロメートル程度の、速い速度で日本を縦断していった。高知県宿毛市付近、岡山県玉野市付近に、それぞれ最上陸、最々上陸し、18日9時頃に、津軽半島沖で、温帯低気圧となった。 19万9811.20ワットロレン、台風11号としては統計史上最も遅い、日時に発生した。また、10月以降に台風11号が発生したのは、この年のみである。19万9812.21ワット、台風12号としては統計史上最も遅い、日時に発生した。また、10月以降に台風12号が発生したのは、 この年と1983年のみである。1983年は10月7日に発生しているため、この年はそれよりも1ヶ月以上遅かったことになり、11月における台風12号の発生は他に例がない。19万9813.22はと、台風13号としては統計史上最も遅い日時に発生した。また、11月以降に、 台風13号が発生したのはこの年のみである。19万 9814.23W、未電台風14号としては統計史上最も遅い日時に発生した。また、11月以降に台風14号が発生したのはこの年のみである。19万 9815.24W、農民台風15号としては統計史上最も遅い日時に発生した。 また、11月以降に台風15号が発生したのはこの年のみである。19万9816.25はと、台風16号としては統計史上最も遅い日時に発生した。また、11月以降に台風16号が発生したのはこの年のみである。ありがとうございます。